Video Diary March the twenty f i f t h t w o t h o u s a n d s e e v n t e e n by し m a City Japan Video 日誌二千十七年三月二十五日林宏です皆さんこんにちは、えー、今何をしているかというとですね、えー、YouTube のアップロードを をしているところです前にも言いましたが私の家の電話回線は光通信ではなくていまだに ADSL ですですからアップロードにかなり時間がかかります、えー、例えば1時間程度の動画の場合、えー、ADSL ではですね1時間 分かかりますねでその間何しているかって言いますと <laughs> まあ運動したりお茶を飲んだり次の動画のプロットを考えたりということをしているわけですで今時刻は4時50分ですね午後ですよ午後4時50分ですで今日はですね、えー、夜 まあ、ワイフが映画見たいというものですから土曜日ですし行こうかなと思ってます、えー、パッセンジャーっていうのを見るつもりでいます時間が合わなければキングコングを見るつもりでいますでその後、ですね山荘の方に行きまして一泊する予定です山荘の方の今水源地が どうも思わしくないいと言いますか多分また砂利が詰まっているんだろうと思うんですけども水の出がよくありませんで明日の朝一番にですねあのまた、まあ、距離はですね5 0 0の道路からは5 0 0ルぐらい山の中に上がっていくんですけどもね山というのはもうとにかく距離感距離をつかめないんですよね。 細い道を通ったり、まあ、崖を登ったりというか、まあ、大した崖じゃありませんけどもね坂細い道の坂を登ったりするもんですからあの距離がわからないんですねあと林を抜けてそして岩,の岩場を通ってそしてあの水源地行くわけですけどもねまあ明日の朝一番にそれをしてまた明日の朝ですね 浜松市内の自宅へ帰ってくるつもりでいます。で、話は少し、って言いますか、前回の,あのビデオダイリーの続きということになります。で、前、前回ですよね、一昨日になりますけども、えー、市内でじ友人のじいさんにですね、ばったりと出会いましてですね、 でやあ早さんやあこんにちはって話でねまあ久しぶりに会ったわけですでまあ座り込んでね少し話をしたんですけどもそのじいさんがですねあの方はもう若い時からやる気満々でねあのすごい人だったんですけどもまあ今でもそうですよ今でもあのなんて言いますかガッツ精神もあるしね、えー、今でも、まあ、事務員の方を34人使って まあ手広く仕事をなさっていらっしゃる方なんですよね。まあ、かなりリッチな方です。それはもう分かっています。ですから、まあ、そういった意味ではね、成功者であり、今、悠々自適の、まあ、生活をしておられるわけです。で、そのじいさんにですね、私、初めて年齢を聞いたんですよね。まあ今まで 私と同じほどの年齢だとと同じ年齢というふうに思い込んでいたんですねところがまあ聞きましたら私は66歳ですなんてねおっしゃったんでえっ私は3歳も若いのって話になりましてねそれでまあ前回その話をしましたけども林さんは生き生きしてますねってかいうことでねあの人そう,てそうやって人をこう上げるのはうまいのかなまあいいんですけどもね、まああの はあって話でねいろいろ話をしてまあでそのじいさんが初めて弱音を吐いたと言いますかこう言ったんですよね林さんね私ね今この年になってみて分かったんだけど自分で何をしていいか分からないんだよ何をしたいかも分からないんだよ林さんってわけですねでああそう,そう,いうそうだろうなって,って思ったんですよねでまあ仕事も現,現役で今なさってらっしゃいますからね そんんななななことはないいじゃないのかな仕事でまあねあの我を忘れて自分のしたいことをなさっていらっしゃるんじゃないのかなというふうには思っていたんですけどもそのじいさんがそんなことを言われたんですよねでえじいさんもやっぱり同じようなことをな悩んでるんだな私と同じようにまあいろいろと、えー、悩んでいるんだななんてね思いましてある意味で まあそういう言い方は失礼かもしれませんけどもほっとしたようなそれは決してですよじいさんがそういった状態にあるから私がある意味の、ね、別の、まあ、意味の優越感を覚えてどうということでもないしじゃあ私自身はどうかと言ってもやっぱり何も変わらないんですよねただ何て言いますかね同じあるでしょ同じ自分が何かの病気を抱えていてねそしてその病院の待合室なんかで。 まあね、例えば話してどんな何かって話が始まりましてねで話聞いて「あ私と同じですね」なんてね話になりますと同病愛哀れなんて感じでねまあホッとするわけですねそう,そういった意味でのホッとしたわけですよねそれでまあいろいろ話をして、まあ、だから、まあ、結論はね、まあ、じいさんそれはね少しまずいと思うのはって話をしたんですけどもねそれはどういうことかというと まあ、あのそういうまあ中ブラリンの状態でまあその年齢でですね悩み始めますといわゆるまあ初老性といいますか老人性のうつ病にそのまままっしぐらで真っしぐらに進んでしまうわけですよねですからまあそういった話もちょっとしてねまああのはい何かこうねまあっていうことを話をしたわけですけどもでその時にですねまあそういうまあ まあある意味でね、爺さんからテーマをいただいたような気持ちになったわけです。まあテーマということは、そういったね、そういった話を聞きますとね、まあ明日はあがみということで、自分のこととして、まあ私考えるようにしてるわけですけども、その爺さんがそう言って話してくださったことでね、私自身はどういうふうに受け止めたかといいますと、まあ考えるテーマをね、まあ一つのね、その自分が自分の人生を まあ、どのように組み立てていったらいいのかという意味でのね。考えるテーマをもらったような気になったわけですね。それで、昨日、今日となりまして。それで、まあ、あの。ずっとその爺さんのことを考えていたわけです。その、まあ、爺さんというよりもね。あの、なるほどなという部分と。よくわかるよなっていう部分と。明日は我が身だなっていう部分とね、いろいろあるんですよ。まあ、そういったふうにして、まあ、考えて。 まあ、今日になったわけけでですすどもそれをですね、まあ、先ほど動画作りしながらしんみりと考えていたわけですけどもね。で、その話とこれから話す話は少し、まあ、マッチングしないような感じがしますが少し辛抱してくださいね。で、少し話はあの変わりますけども私ですね、まあ、皆さんもそうだろうと思うんですよ。あの私その,そ,のその時、ねまあ、いろんな人 人とも話したした、まあ、ずっとね周りの人たちを見ていてもそう思うんですけども私はです、まあ、私がこんなことを言ってもですねあのあそんなことは当たり前だよなんて言われる人もいらっしゃるかもしれないし実は私もそうなんだよっていうふうにねあのいわゆる、まあ、共鳴してくださる方もいらっしゃるかもしれませんけども私はですね、まあ、高校生中学生の時もそうだったと思うんですけどもね、まあ、高校生の時あるいは大学生の時もそうですけどもまあ 学校のですね、大学のテスト習慣っていうのありますよね。テスト習慣。まあ、何かのね、今まで、今はもうね、中間テストとかね、期末テストっていうのはあるわけですけども、まあ、そういったテスト習慣になりますよね。そうするとですね、1週間とか10日前からテスト勉強に入るわけですよね。でそのテスト勉強のこと、時のことなんですよ。そのテスト勉強に入りますとね、私、あの、自分である時気がついたんですけども、 私はあの、まあ、小さな町で生まれ育ったんですけども、まあ、唯一の楽しみというのは2 3 0 0メートル行ったところにね、まあ、映画館がありましてねその映画館で映画を見ることだったんですね。でそのテスト習慣になりますと、まあ、勉強している時もですね こう無償にこう、なんて言いますか、映画が見たくなるんですよね。それで、それでその映画館の前を通ると、そのいろんなね、あの、ポスターが貼ってあったりするわけですよね。で、私覚えてるのは、その、巨大なアリとね、人間が戦う映画であるとかね、それは別の映画館だったかな。二つ映画館があったんですけどもね。で、そこでは、その、まあそういった、まあ、たわいもない SF 映画をやってましてね。 でそれが見たかったり、あるいはその、えー、高校生の時ですとね、まあ、回収のね、例えば三田明さんとかね、酒、えー、井和子さんですね、ああいう人はす、まあ、素敵だったですね、それから西郷輝彦とかね、 石原雄二郎さんんの映画も大好きだったんですよ、まあそういった方のですねまあ俳優さんの映画のポスターが並びますとねそれが見たくて見たくてねでそのテスト週間の時に限ってそれがまたそういういい映画が来るような雰囲気だったんですよねでそういったその映画が見たくて見たくてそのテストを勉強しながらよしテスト終わったら行くぞテストが終わったら行くぞと思って、まあ、テスト勉強するわけですよねそそれでその まあ、過ごすわけです。そして、まあ、テストというのは、高校生の場合は、2日ぐらいで終わったのかな。大学生の場合は3日とかに、ね、あ1週間ぐらい続わかりません。忘れもうそんなことも忘れてしまうほど、遠い遠い過去ですからね。まあ、要するに、そうしたその、テスト習慣になると、したいことがいっぱい出てくるんですよ。そう、大学生の時はね、旅行に行くぞ、ヒチハイクに行くぞ。 こ,んこというかね、あるいはその、能登半島一周してやるぞ、あるいはひだ、ひだをね、一周してやるぞっていうような、その、欲望が、どん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 湧いてくるんですよ。で、テスト、テスト勉強の時は、そうして、あれしたい、これしたいっていう風にして、あの、まあ、なんて言いますか、したいことが出てくるんですね。ところがですね、私、高校生の時にそれ気がついたんですけども、テストが終わりますよね。そうしますとね、映画を見たいという気持ちがね、コロッと消えてしまうんですよね、あれ。 不思議なもんでしてね。それでテストが終わったっと言って、まあ午前中かなんかで帰ってきて、午後は自由だなんてね、そんなふうになる,な,るなるとですね、途端にこう緊張感が消えると言いますか、その、やりたいことが消えてしまうんですよ。あの、それがね、コロッと変わるところが私、不思議、自分でも不思議だと思ったんでしょうね。 それで自分の心の中のの心中変化といいうものに気がついたわけですまあそんなことはね皆さんもそうだろうと思うんでだろうと思うんですけどもねまあ私もね私といったって人間としては特に変わったところがあるわけではありませんのでね皆さんとねですから私だけの問題ではなくて皆さん自身もまあ例えばですよテストなんかでそうした状,況状態が終わるとまあその解放されるとですね コロとそれが私あの強く印象に残ってましてねそれでそれで今度は大学生になってもやっぱり同じなんですよねテスト習慣になりましてまあテスト勉強してる時っていうのはですねガーンと重苦しいものを感じましてでそのテスト勉強してるわけですけどもそのテストが終わる テス,トテスト習慣中はですね、勉強中ですよね。そういったとそういった時にはですね、あれやりたい、これやりたい、今度テスト終わったらこれやるぞ、今度休みになったら何々するぞって,って思うわけですけどもねえ。ところがそのテストが終わってみると、まあ、そ,のそういったそのことがケロってますか、消えてしまうんですね。不思議ですね、あれ。今でもそうだろうと思うんですけども、まあ、それがですね、私、まあ、今から思いますとね、欲望と抑圧っていうのは、 同時に起きるもんだなというふうに、まあ、あの、まあ、発見したというのも大げさな話ですけども、自分の内部の変化を見ながらね、その、いわゆる、まあ、テストという、テスト勉強、あるいはテスト習慣という抑圧ですよね。その抑圧から生まれる抑圧感。その抑圧感が強ければ強いほど、それに反発して、欲望というのが強くなるんだなと。いわゆる、まあ、なんて言いますかあ、何々したいんだ、こうしたいんだ、 ととといいいうう思いが強くなるいうことですよねそれでその欲望と抑圧というのは同時進行の形でで増幅すするもんだとということを私は発見したわけですそれがですねまあ大きな今度はですねそれは高校生という時代あるいは大学生という時代の短いスパン短い期間の話ですけどもそれがですね今度は人生というスパンにもまあ当てはまるのではないのかなというふうに考え いますね、例えば私はですね、まあ、大変、まあ、その辺はあの少し変わった人間でしてね変わったということはその、まあ、あのその周期的にやりたいことが変わるわけです。周期的にというのはですね あのまあ、周期的に変わるわるけですねで趣味も周期的に変わりますが例えば私ね覚えているので、まあね、年齢はもう忘れたような感じですけども覚えているのはですねあの一時はあの民宿をやりたかったんですよ。それが高じ、まあ、ててますか、まあ、あの旅館業をやってみたいなと思って本気で考えたことあるんですよ。で長野の友人をに、ねあの 連絡取りまつて、ね、ツテを探してそ,のそうしたことができないのかって話を、えー、相談したこともありますそうしたらそうしたらね長野は今そのこ,うこうこうでねあそうした売りに出てる旅館があるよって林君、買ったらどうなんてねあの言われたりして本気でその考えたこともありますしねあるいはその友人の弟さんがねヨットが好きでね40歳ぐらいであのー 私より年下だったんですけども、ね、その友人という人が私と本当に同じ年だったんですけどもその弟さんがですねヨットが好きでね仕事辞めちゃってねそれでその退職金でヨットを買いましてねそしてあそこへ行くんですよねあのマレーシアじゃなくてタイへ行くんですよねでタイで住み着いてしまってそしてその たまたまですね、その時聞いた話は、そのフランス人のね、女性と知り合いになってね、で、そのフランス人の女性と一緒にヨットでフランスまで行くんだよって話を聞きましてね、いいなぁ、素晴らしいなぁってね、ロマンを感じましてね、まあ、僕もその、そうするよって言ってね、本気で考えて、じゃあ仕事が終わったらね、 まあ、いつか自分がですね、いよいよもう仕事も辞めて終わったら、そういうことしようって考えてね、思ったんですよ。まあ、その、まあ、もちろんね、その旅、民宿旅館業をするにもね、その時の仕事を終わって辞めてね、行く、考えるわけですけどもね、そうした長いスパンで考えますとね、その頃は実際にはどうだったかと言いますとね、まあ、三人の子供を抱えてですね、もうとにかくまあ、お金はかかるし、ね、時間はないし、もう本当にめちゃくちゃ大 だったですね、誰も助けてもらう人はいないしねそのワイフもすでにその頃にはあお父さんもお母さんも亡くしてましたからねそれでまあそれぞれまょ、あ、ういましたけどもまょ、あ、うがね助けてくれるということもありませんのでみんなそれぞれ忙しい年齢ですからね、まあ、とにかくその大変だったんですよ、まあ、助っ人なしのね子育て助っ人なしの生活ですからね。そそれこそ今日病気で倒れ たらおしまいそれこそ事故で倒れたらおしまい、怪我で倒れてもおしまいというような感じの切羽詰まった追い詰められた生活をしてましたからね。それがある意味で抑圧感だったんですね。あの今から思いますと本当に強い強い抑圧感を覚えていたと思いますよ。それでそういうその抑圧感の中で自分はね、あ,あしたい、こうしたい、あれもしたい、これもしたい、あれもしたい、これもしたいというような欲望が生まれてくるわけですね。その,まあその 関係がですねちょうどあの高校生の時あるいは大学生の時のあのまあテスト習慣の時の自分と同じだなということは今になってみるとよくわかるんですけどもね、まあ、その時はそれを自覚したわけではありませんけどその時というのはその子育て最中の時にそれを自覚したわけではありませんがね、まあ、ともかくも今から振り返ってみますと高校生大学生の時にねそのテスト習慣で というものでねテストというもので自分が抑圧されたとその抑圧された自分の中から別のってますかねそれと同時進行にその抑圧されればされるほどそ,のそれからまあ反発するというわけでもないんでしょうけどもね同時進行の形でまあ欲望欲望ですよね何々したいという欲望が生まれるんだということをまあ あったわけですねそれと同じことが今度は人生という長いそのスパンですよね。期間でそれが起きるんだっていうことがまあそのだんだん分かってきたといいますか、先ほど言いましたように、この年齢になって自分を振り返ってみるとですね、その高校生、大学生の時の自分、それは短いスパンだったんですけどもね、と、それから長い人生、10年単位、20年単位の長いスパンの中でまあ同じように考えていたわけですよね。 そして今はどういうことかと言いますと、去年の3月に、まあ、幼児教室も畳みましてね、まあ、あの、まあ、このように、まあ、謎と、謎の点と線あるいは別バージョンの人間史という、この、まあ、ある意味でね、まあ、研究、研究なんていうのはね、大げさな、大それた気持ちは、まあ、滅そうもないと言いますか、ないわけですけども、まあ、要するに、まあ、そういう意味ではね、あの自分の好きなことをしているわけですけどもね、 で、その話とですね、その、じゃあ、私がですね、その長いスパンの中で、まあ、あの、民宿したい、民宿のね、あるいは旅館、旅館業を営んでみたいとかね、その、旅館業についてはですね、民宿ですかね、それはですね、自分があの、山荘を、その自分でね、6年がかりで、ま、建てたんですよ。5年間かかってね、土地作りをしまして、そして家だけは大工さんに作ってもらいましたけども、石組であるとか、まあ、自分たちでできるところ、 はですねまあ、自分たし,てしたわけですねそして土地,な土地を作るということは小さな山だったもんですからね毎週毎週郵便を借りてきましてねあのブルドーザーですよねあれを借りてきて山を崩してそして水を山から引いてということをやったわけですよねそういったその苦労っていうのは6年間やったわけですよねそしてそれからまあ家を建てるのに ああ、半年ぐらいかかったのかな。そして、まあ、やっと、その、私たちの、私のですね、夢であった山荘を持つことができたわけですね。で、それでですね、最初はできた頃は嬉しくて嬉しくてね、そして、まあ、旅館のような名前をつけたり、民宿のような名前をつけたりしましてね、あちこちに招待状を出しましてね、皆さん来てください、泊まりに来てくださいっていうような感じでね、仕事先の人にもみんなその、そうやって声をかけて来てもらったんですよ。その頃はね、 で、まあ、それなりにね、自分の、その、民宿業をやってみたいとか、旅館業をやってみたいという気持ちをですね、満足させたんだろうと思うんですね。ところが、やがてですね、3ヶ月とか6ヶ月、1年経ちますとね、すごい負担になってきたんですよね。で、まあ、その中にはですね、まあ、本当に2、3ヶ月ごとにね、おう、林、また来たからな、なんてね、泊まりに来る人も、 できたりしましてね。まあ、それはそれで良かったのかもしれませんけども、その、大変なんですね。人を接待し、食事を用意し、風呂を用意し、えー、それから寝床を用意して、そして戸締まりして、朝起きると、起きると同時に朝食を用意してね、えー。そういうことがもうとにかく続くんですけども、接待業っていうのは本当に大変ですね。もう目が回るっていう感じですね。気が抜けないんですよ。で来た人はですね、まあ、お客様ですからね。 まあ本当にまあ旅館って言わなくても民宿に来たような感じででーんと居間に座ってるだけですからね何一つしてくれませんからねあれはやっぱり日本人の悪いとこですね皿洗いもしなければその揚げ膳スウェーンでその使った茶碗をねあの台所のシンクで持ってくることもしませんしね布団も自分で敷くということはしないしませんしね戸締まりも手伝っ,ってくれるわけじゃありませんしね というようなことで、だん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 疲れてきて、もう、あの、その、そ、ま、それだけじゃなくて、もちろん、時間も取られますがね。で、ある時ですね、まあ、印象に残っているのは、ワイ君っていう、まあ、まあ、学生時代の友達が来たんですよね。で、その男がですね、朝起きますと、デーンと今に座ってるんですよ。で、まあ、朝食食べて、また何にもしないんですよね。これ、日本人の男性の悪いところですよ。何にもしないんですね。女性もほとんどしないですね、あれね、見てって。 あのそ,うそう言って招待したお客さんというのはね、たまにやってくれる人もいますけれども、まあ、男は絶対にしませんね、それは。特に私の年代の男というのは何にもしないですよあの、私の家に泊まりに来ても。40代の人もしないですね、30代の人もしませんね、何にもしないんですよ。 あれどういう神経なのかなと、今のにして思うと、今はもうほとんど招待しませんがね。<laughs> 大変なことよくしてますから、あの、それは大変ですね。どう大変かというと、もう本当に大変ですね。中井さんプラスも料理人間世話係。それでその Y 君とていうのは来ましてね、朝はその朝食用意して、もう全部片付けて、片付けてそのシンクに、まあ、食器並べてで、ね、それで私が、 ね、コーヒー飲むって言ったら「お頼むわ」ってな感じですよね。それでまたコーヒー作って出してやるわけですよね。その時にですねパンフレットを見ながらですねこう言ったんですね「お林そのパルパルってのは浜松にあるんだってな」ってのはあるんですね遊園地なんですよ。でその横にこの、ね、フラワーパークっていうのもありましてね花が綺麗なところがあるんですけどもね「おい林、えー、そこ行かんか?」ってこう言うんですよね。えってな感じですよね。 それで私がですね、でも1時間かかるって言ったんですよ。それで1時間かかるよって言ったんですよね。そしたらその友人がですね、そのパンフレット見ながら、地図見ながらね、早いし、1時間もかからねえぞ。車で10分もあれ行くぞって言うんですよね。そこに意識の食い違いがあるわけですよ。彼が言うには、10分か15分で行くぞ。車で10分か15分の距離じゃないかって感じなんですよ。 で、私は、1時間かかるよって言ったのはどういう意味かというと、食器を洗って、ね、後片付けして、それからね、閉じまりして、カーテン閉めて、そして行く支度ができるまでに1時間かかるよっていう意味で言ったんですよ。ところがその友人は、そんなことは全然構ってないわけですよね。車で15分というのは、もう本当にそのまま行って15分で行けるんだっていうところに意識の違いがあるわけです。 まあ、要するに、まあ、それが悪いとかいいじゃなくて、日本人の男性っていうのは本当にしないね。50代、60代の人に家事をする人いませんからね。例えば、食事した後、食器を台所に持ってくる人はいませんからね。おい、お茶っておしまいですからね。オーストラリアなんかで、旦那さんが奥さんに、ヘイチ、ジーなんて言ったら、それだけで離婚自由になるんですよ。本当ですよ、それ。そんな、まあ、大体男性はいませんね。 オーストラリリアアでもアメリカでももメカいませせんんね絶対にいま,せんよまあ要するに日本人のまあその男意識っていうのがもう真の底まで染みついてますからね外国じゃダメですよ絶対に通用しませんよ、まあ、それはいいんですけどもそうしたその意識の違いっていうのがその15分と1時間という違いで出てくるわけですで私の方は後片付けして出かける用意ができるまでに1時間かかるんだよってことを言うわけですけどもその友人にしてみればまあ15分なんですよね まあそういうことで、私はその、それ、その友人がまあ特に印象に残っているんですけどもね、まあその前後にそういうこともありまして、まあ民宿旅館業になんてもうゴリゴリだ、もうやらねえぞって言ってね、まああの本当に宣言してやめたわけですけども、それでもね、まあはい、時々招待して、今でもね、それは今はもう逆の意味でね、そんなあの義務感を感じないで、まあ仲のいい人に来ていただいて楽しんでますから、そういったことはありませんがね、あの、 もちろんそう、その私の方が、犠牲的に、献身的にやってもね、それでもそれ以上に、何か、なんて言いますか、温かいものを得る人を招待してますので、それはもうそういうことは気にしないで、まあ、私が招待した方はですね、どうぞ、まあ、気楽に来てくださいよ、そんなこと言ったからといってあの、例えば食器洗ってもらおうとかね、そんなことは考えてませんので、まあ、そ,うそういうことは考え、全く考えてませんのでね、あのそれは念のためにということでね、まあ、この動画見られる方もいろんな方もいらっしゃいますからね。 ですから、いや、この1年,1年、2年、まあ10年でもいいんですけども、来ていただいている方はどうか気になさらないでくださいね。まあ要するに、悪口っていうふうに取らないでくださいよ。まあ要するにそういう形で自分のケりをつけましてね、その民宿業はもう嫌だってことで、今はこの年齢になりまして、じゃあ林、ね、その旅館があるから、旅館やってみるかって誰かに声かけられましても、私はしないでしょうね。 それは、あの、抑圧から解放された欲望という考え方ではなくて、懲りたわけですよね。懲りてもう、こりごりだという意味でもうしないでしょうね。はい。そういうことなんですよ。じゃあ、あの、はい、この年齢でね、ヨット買って、 まあ他にもいろいろあるんですけどもね、まあ、例えばそのヨットを買ってそのタイヤねあるいはマレーシア行って住み着いてそこでねフランス人の女性と知り合ってなんてことは、まあ、全然そういった欲望はないですねまあその話聞いたのも20年ほど前ですからねその頃はそのフランス人の女性と言っただけでねすごく甘いロマンチックなものを感じましたけどね今も全然それはもうスッカラピンではありませんのでねあのそうい そんなことは絶対ないですねあ。だいたいヨットに乗れないんですから。はい。まあいいんですけども、ヨットって大変ですよ。あれ難しいですよ。あの、それも失敗談がありましてね。あの、浜名湖ではですね、ほかけ船をが、まあ、素人でも乗れるわけですよね。まあ、あの、小さな、まあ、英語式に言えばセールボートなんですよ。で、東京にいるオーストラリア人がいましてね。それで、私は、あの、その、浜名湖で、 ヨットに乗らないかって、英語で間違えて言っちゃったんですよ。ヨットに乗らないか。そうしました、らその友人がですね、東京からやってきましてね、上から下までもう本当に、なんて言いますか、もう海へ行く支度で来たんですよ。で、ドキッとして、なんだその格好はって聞きましたら、ヒロシ、君のヨットはどこにあるかって言うもんですからね。え、しまったって。日本軍では、セールボートっていうんだったってね。 え、あの、オーストラリアでもア、あの、アメリカでも、いやーって言って,て、ヨットって言いますと、あの、例のあの、5、6人でね、10人ぐらいかな、大きな船を、まあみんなあの、想像っていうか、それ、あれをヨットって言うんですよ。で、一人で乗るような、いや、なんて言いますか、畳一畳分ぐらいのね、あの、なんて言いますか、ほかけ船みたいなのは、あれはヨットって言わないんですよ。セールボートって言うんですよね。 それを間違えてね、失敗したりしまして、まあ、そのヨットについてもそういったゴリゴリこりごりしたような話もありますけどもね、要するに、そういったその欲望っていうのが引っ込んでしまったんですよね。それでその、私はですね、この、いわゆる、まあ、あ旅館をやりたいとか、あるいはそのヨットに乗ってね、フランス人の女性とその、フランスへ行ってみたいというふうに願ったのはですね、結局はそうした抑圧された生活の中から、それを求めてきたわけですよね。 まあ、抑圧イ,イコール、まあ、欲望っていうのが同時進行で生まれてくるわけです。繰り返しになりますけども、高校時代はですね、テスト習慣になると、私は、その、映画見たい、映画見たいと思った。そして、生活が苦しくて、本当にく、まあ、苦しいというかね、もう追い詰められてましたからね。私、めったに人を羨むことはなかったんですけども、まあ、そういう方、ちょっと、失礼かな。ちょっとに、 まあ、ちょっと問題があるかなと思ったんですけども率直にそう思った時があるんですよ。あのまあそれは大変なことはよく分かってますからね大変だと思ったんですけどもどうしてそんなふうに思ったかもしれませんけどもある日テレビを見ていましたらね皇族、まあの方々たちがねテレビの画面に出てきた時にね私本当にまあ追い詰められて苦しい方た時があるんですけどもその皇族の人たちを見た時に本当に心底ねいいなあと思ったことがあるんですよ。 どうしてかっていうと生活の心配しなくていいからいいなって,って本当はそうじゃないんですけどもね大変な苦労の苦労の連続の毎日のような本当にまああの日本のために頑張ってくださっているわけですけどもねでもその時に私のようにね今月もあとねこれ,これだけ稼がないとやっていかれないんだ来月はあとねいくらないとやっていかれないんだというような追い詰められた気持ちはまあないからね。 まあなないことになるんでしょうかね、まあ、それはそういうふうに思ったということが失礼だと思うんですけどもその時はそういうふうに思ったということですよ。自分がね追い詰められた時に「あいいなあそういったその生活のそういったね収入の。 心配しない人もいるからいいなと思ったこともありますよ。でそういうふうにこう何て言いますか追い詰められたと同時追い詰められるということはですねいわゆる抑圧感ですからねその抑圧感の向こうでそうしたその欲望が生まれていたんでしょうね。 そういうこともありました、まあ。という程度に聞いておいてくださいね。だからといって、まあ、皇族をどう思っているとかね、天皇制をどう思っているかっていうその批判をめいたことは微塵もありませんので、そういうふうに思ったこともあるということだけの話にしておいてくださいよ。要するに、そういった自分というものはいて、そしてその去年の3月にもうね、ちょうど1年になるわけですけども、仕事を辞めて、時間で終われる仕事からは解放されたわけですよね。で、それまではですね、あれもしたい、これもしたい。 ありましたねその去年の3月までは仕事を辞めたらこれをしたい仕事を辞めたらあれをしたいっていことは、まあ、その頃だけども動画作りを始めてましたからねですからまあそれを続けて連続,連続的に今やってるわけですから、まあ、特にっていうことはありませんでしたけどもそれでもまあ抑圧感っていうのがありましてねあれしたいこれしたい仕事が終わったらあれやるんだこれやるんだってことを思っていたことは事実ですよね。 と,ところが、それが終わってみると、仕事終わってみると、ポカーンともうそういうのは消えてしまうんですよね。それはあのまあ予想していたと言いますか、そううに消えるだろうなということも、実は心のどこかで分かっていたんですよね。私という人間はそういうところがある。あるいは皆さんもそうかもしれませんけども、そういうところがあるんですよね、人間というのは。 繰りり返しになりますけどテスト習慣に映画見たいという気持ちと現役でねその追い詰められた仕事をしている時というのはあのねあれもしたいこれもしたいということになってくるわけですよね。それでそのポカーンと空いていた時にはそういうのも消えるだろうなということは既に予想してましたけどもその予想通りにその去年の3月に仕事終わりましたらそれが全部まあなくなったとは言わないんですけども消えましたね。 そこで私は二つのこと、すなわち抑圧感と欲望ですよね。欲ば、欲圧感いうことは、これはしなければならないことなんですよ。人間として人として、生きている、生きてきた人の,一人の人間としてしなければならないことを、欲、まあ欲圧感、それと欲圧感とは結びついているということですね。そしてそのしなければならないことというのは、往々にして楽しくないんですよね。 まあほとんどのケースの場合楽し,く楽しくないでしょうね。寒い朝にジョギングに行くような、そうしたその、なんて言いますか、楽しくないところがあるわけですよ。しなければならないことっていうのはそういうことなんですよね。まあそれがイコール抑圧感へと繋がっているわけです。一方、欲望っていうのはしたいことなんですよね。それは当然のことなんですよ。したいから欲望。欲望イコールしたいことと繋がっていくわけです。 ですから、欲望イコールしたいことということになっていくわけですね。ですから、欲望っていうの,いうのは楽しいことっていうことになってくるわけです。ところがですね、まあ、あの、同時進行の形で、まあ、自分の老後っていうものがやってきますから、楽しいことをしても満足感っていうのはないんですよね。虚しさが返ってくるんですよね。はい。それは、あの、若い時にはあまりないことかもしれませんね。旅行に行っても、 ただ、その温泉に入って、バカバナジして美味しい料理を食べて帰ってきたとしても、その次の日、ドカーッとこう、虚しさが帰ってくるっていう感じになりますね。その、いわゆる楽しいことをしたいという気持ちはあまりないんですよね。楽しいことイコール欲望、欲望イコール時間の無駄、時間の無駄イコール命の無駄へと繋がっていきますからね。 国一国と自分の人生は短くなってきてるわけでしょそんな時にそういったことであ協力的に楽しんだところで満足感は得られないわけです。ここのところ整理していきますね。欲望というのはこれはしなければならないことなんですよ。と同時にそれは本来ならばあまりしたくないことなんですよね。真・善、美の追求にしたところでそれぞれにそれぞれの苦痛というのが伴いますからね。真実を追求する 美の追求はする。善の追求はする。といったところで、それは大変苦しいことなんですよね。それこそ歯を食いしばって、歯を食いしばってやらなければならないことになっていくわけです。それが、真・善美の追求ということになるわけです。 ですから、その抑圧感、イコールしたくないこと、したくないことをしているから、抑圧感が生まれる。では、そのしたくないことは何かというと、先ほど言いましたように、その人が人としてしなければならない義務ということになるわけです。しなければならない、まあ、なんて言いますか、人としてね、この世の中に生まれた人間としてやらなければならないこと、そして次の世代の人たちに残しておかねばならないことということになってくるわけです。 一方、欲望というのは楽しさの追求になってきますからね。楽しいということは、要するにしたいこと。車が欲しい、家が欲しい、美味しいものを食べたい、旅行に行きたい、外国行きたい、何々したい、ね何も考えないでボケーっとしたい。これは楽しいことなんですよね。 が、しかし、その楽しいことは、それは、先ほど言いましたように、若い時はそれなりに、まあ、それ、自分を満足させることができたかもしれませんけれどもね。あるいは、その別の仕事に生かしていくという意味でね。何かの、こう、つながりを持つことができるよう、できたという意味で、楽しかったかもしれませんよ。しかし、まあ、私、69歳、またね寝の話しましたね。また早し、じじくさい話するというふうに思わないでくださいよ。私イコール、皆さんの未来ですからね。 ですから、私は、その、まあ、この年齢になりますとですね、もうその楽しいことっていうのは、あまりしたくないんですよね。意味がないわけです。先ほど言いましたように、そのドカー、ドカーと帰ってくる虚しさっていうのがあるわけです。その虚しさとの戦いといいますか、虚しさを感じるのがゆえに、まあ、そういった楽しみっていうのは、限界があるんだということが、だんだんわかってくるわけですよね。それはま、年齢とともにさらに強くなるでしょうね。 そして、その楽しいっていう、楽しみたいということが消えていくわけです。その代わり、今度はやるべきことをやって、その達成感と言いますかね、やったーという思いが自分の生きがいへとつながり、そして、亜生の自分の活力へとつながっていくわけです。ですから、まあ、今はどういう状況かというと、とにかくやるしかない、頑張るしかない。朝起きた時そうなんですよ。 30分運動して、そして、えー、書斎に向かうときには、いつもワイフに言う言葉がですね、同じ言葉なんですけども、さあ、今日も頑張るか、やるしかないな、と言って、書斎へ向かうわけですよね。さあ、今日も頑張るか、やるしかないな、と言って、書斎へ向かうわけですよね。その気持ちなんですよ。そして、やるべきことを今や,るやってる、まあ、わけですけども、それは大変、まあ、苦しいことでもあるんですよ。例えば 今日,今日あたり昨夜ですかね実は4時間半しか眠ってないんですよ、えー、先は寝たのが12時半でしてねそして今朝なんだかんだって目が覚めてしまって5時頃にはもう布団の中でパソコン叩いてましたからね皆さんにメールでっますか返事を書いたりしてましたからねですからまあ眠いんですよね ですから今、したいといえば、こたつの中に入って眠たいんですけども、まあ今ね、たまたまアップロード、今ちょうど終わったとこ、終わりましたけどもね、終わったけども話つなげますと、まあアップロードか終わりましたけども、アップロードかけましたけども、時間が30、分空いてるから、ビデオ代理出そうって言って、まあこうして話してるわけですけどもね。 まあ楽に、や、楽をしようと思えば楽ができるんですけども、まあ、こたつ入って、お茶を飲んだところで、こうなっていますか、もちろん達成感はありませんけどもね、やったという思いはないんですよね。むしろ、何かしらね、やるべきことをやらないで、時間を無駄にしてるなという感じはしちゃうんですよね、私の場合ね。まあ、貧乏症は貧乏症、あるいは脅迫観念というのを持っているんでしょうね。段階にしてたらみんな持っているんですよ、それは。多かれ少なかれ。 いわゆるひもじい時代をですね生きてきた、遊ぶことイコール、まあ、まあ、ついてね、罪悪感を覚える、まあ、悲しい悲しい年代、世代なんですよあの。それは皆さんがですね、今の60代、70代の人を理解するときには、それをちょっと心のどこかに置いとかれるといいですね、まあ。若い人はそんなことは思わないでしょうけどもね、遊ぶことにある種の罪の意識を感じるんですよ。 贅沢をすることに罪の意識を感じるんですよね。自分だけがいい思いをすることについても、やはり罪の意識を感じるのが、私たちの世代の、まあ、基本的な、まあ、考え方なんですね。まあ、寂しいんですよね。そういう意味ではね。ですから、まあ、そういうこともありますけども、プラスそこにこの年齢的な要素が加わってきますからね。そして、その自分というものを、まあ、こう、支えているわけですけども、 冒頭にあげました、じいさんの話を、話を戻しますね。これで話がつながったと思います。で、じいさんにね、私、こう言ったんですよね。じいさんね、そんなふうに考え始めると、その、うつ病になっちゃうから、気をつけなさいよ、って言って言いましたね。じゃあ、林さんは何してるのって言いましたから、私ね、簡単に自分のしてることを説明しました。とにかく私はね、毎日、あ研究者でもない、課題もチーム何もない、 今研究したところで何にも同行ううという、まあ、名誉もチームもね、そんなものはついてくる。まあ、結果としてもついてこないようなね、研究をしてるんですよってね。で、まあ、よくね、私のことを研究者なんてね、位置づけてくれる人もいますけども、自分じゃ全くそんなことしてないんだけども、いろんな研究をしてるんですよって話をしたんですよね。そうしたらそのじいさんがね、いいなあ研究か。 じゃあ、林さんはやっぱり研究者なんだな、なんて、やっぱりそういう言葉を使うんですよね。だから、いやいや、私は別に研究者じゃないんだけども、もうやるしかないからって言った時に、私はこう言ったんですよ。そのじいさんに。これが私の本音の本音だと思うんですけどもね。じいさんね、私ね、その、もうね、その研究ばかりしてるけども、決して研究が楽しいわけじゃないんですよ。見返りは何もないしね。 もう今更ね、どう、名誉、地位ってもの、どうってうことはありませんしね、その賞をもらったところで、あるいは研究論文が発表されたところで、名誉になることもないしね、それで喜んでくれる人ももういないしね、だいたいそういったことを理解してくれる人はもう私の周りにはいませんからね、なんてね、ちょっと寂しい話をして、その後に私こう言ったんですよ。それが私の本音の本音だと思いますので、皆さんに話しますとですね、じいさんね、実はね、私ね、 もうしがみついていくしかないんですよ。と言ったんですよ。もうしがみつくしかないんですよ。しがみつくしかないんですよ。しがみつくしかないんですよ。すよって言ったんですよね。それが私の骨の骨なんですよ。今皆さんに毎日のようにね、こうして動画を送ってますけども、そしてまあ皆さんがね、喜んでくださっています。 そして前そうした方からね、その励ましのメールであるとか、喜んでいただいているとかいうね、メール、あるいは書き込み、投稿をいただくためにね、嬉しいです。正直言って嬉しいです。ですから本当に励みになります。が、しかし、それが、まあ、理由でね、やってるわけじゃないんですよ。本音の本音を言えばですね、私はもうそれにしがみつくしかないんですよ。今やってることにしがみつくしかないんですよ。これを手放したらもう林宏氏はおしまいなんですよ。 中ぶらりになってしまうんですよ。ポカーンと穴が開いてしまうんですよ。だから私はそれにしがみついているだけなんですよ。しがみついているだけなんですね。しかし私はラッキーなんですよね。大変幸福なんですよね。なぜか。そのしがみつくものを持っているからなんですよ。しがみつくものを今持っているんですよ。が、 じいさんんにははそそれれがないんですよねそれは感じましたもうまあそのじいさんのね家族関係であるとか仕事の話までは私はできませんがああ私がじいさんならポカーンと穴が開いてしまうだろうなという立場の人なんですよね詳しくはちょっとここでは話せませんけども繰り返しますが私がじい、まあ、さんのね話を聞いてて まあ全体像の中から浮かび上がってくるじいさんの生活環境であるとか人間環境であるとか人間関係であるとか仕事なんかを眺めてみたときにはですね、まあ、見た目には派手な、まあね、リッチな生活をなさっておられますけども老後を支えるにはそれでは足りないそれでは十分じゃないんですよねまたそんなことは その爺さんを支える心の支えにはならないだろうなと思われるようなそうしたその生活環境、人間関係にあるってことは分かったわけですよね。ですから、爺さんにはですね、まあ大変失礼な言い方かもしれませんけども、しがみつくものがないわけですよね。あ、さんならしがみつくものがないだろうな。いわゆる無心無欲になって、そして無我夢中になって、そして命を懸けて、 そして、何て言いますかね。名が一位なんてくそくらいってな感じでね。そしてしがみついていくものはないだろうな。ということなんですよね。もっとわかりやすく、はっきり言えばですね。じいさんはじいさんで欲望の追求をしてきたんですよね。そういう意味では。そしてそのリッチになったのはその結果ですけども、その、まあ、欲望の追求をした、もっと言えば、まあ、まあ、 欲望の奴隷でであったわけですよねそれは、まあ、ずっと私が話してきました。欲望の奴隷としての人生をずっと歩んでこられて、まあ、それなりの欲望の奴隷としては成功者になったんではでしょうけども、それは皆さんも覚えていかれるといいと思いますけども、欲望の奴隷というのは、絶対にってまた、あ、絶対にって言葉を使うのも失礼かもしれませんけども、なぜかと言いますと、気がつかないまま、まあ、亡くなっていく方も多いからね。 そういう方は、最後の最後までそれが生きがいになるのかもしれませんがね。要するに、欲望の奴隷となって、まあ、じいさんは、じいさんの人生を送ってこられた、イコール、まあ、そういう意味ではね。だ,だから私が、ラッキーであるというのは、そういう意味であると同時に、またラッキーであることを、こじ、こじてますかね。それをも、それでもって、優越感を覚えているわけではありませんよ。そこは注意してくださいよ。こういう話というのは、よく得てして、あの、 誤解を招きますからね。まあ、その都度断っているわけですけども、だからといって私が、その、まあ、上位とかね、そういった言葉も使いたくありませんね、とにかく。それはもう本当に、えー、権威主義的な愚かな言葉ですけどもね、まあ、その上にいるとか、そのことはみじも考えてませんよ。ただ、私はそういう意味ではね、まあ、今、やるべきことがあり、しがみつくものがあるから、ラッキーだな、ということは思います。思います。率直に言って。しかし、 もう私はしがみついているだけなんだよっていうのはそういう意味なんですね。あるいはしがみつしか、しがみつくしかないんだよ。まあね、じいさんが研究いいななんておっしゃったんで、いやいや、そうじゃないんだよ。中身はね、じいさん、しがみつくしかないからしがみついているだけなんですよって言ったのが私の骨なんですよ。で、その時初めて自分はね、まあじいさんだから私の骨が話せたんですけども、そういうことなんですね。それで、まあ、そのじいさんにはそのしがみつくものがないわけですよね。で、それを見ていて、ああ、 どういうふうにアドバイスしたらいいんだろうということで、昨日、今日、そのじいさんと別れましてね、まあ一昨日会いまして、昨日、今日と、まあ一つのテーマをもらったようなつもりでね、そのテーマとして、えじいさんのことをずっと考えてきたわけです。そして、先ほどまでそれをですね、動画作りしながら、心のどこかで、まあ同時進行にね、同時進行で考えてきたわけですね。で、今皆さんに話したいのことを、まあこうしてまとめたわけです。が、 ここで終わったのでは、ここで終わったのでは、ビデオダイアリーにはならないわけですよね。ここで終わったんでは、ビデオダイアリーに終わらない、ですまなくない、すまないということですね。そこで私は皆さんにこういうことをお,お伝えしたいと思います。心理学、特に発達心理学の世界では、神様のように扱われている学者にエリクソンという方がいらっしゃるんですよね。まあ、この世界に詳しい方はもう、もう 例えば、ユングフロイト・ユングと同じほど、まあ、よく知られた方ですから、エリクソンという方がいらっしゃるんですよね。そのエリクソンという、まあ、発達心理学の神様のような方がですね、こういう言葉を残しているんですよ。人生の正午は40歳だ。って人生の正午は40歳だ。ってつまり、人生というのは40歳で折り返し点に入るんだと。とマラソンで言ったら、 40歳でちょうど折り返し点に入るんだってことを、まあ、エリクソンは言ってるわけです。しかしそれは年齢の問題を言ってるわけじゃないんですよ。実は。エリクソンが発達心理学の世界で言っている人生の正午というのはどういう意味かというとですね。人生の正午になったら老後の準備を始めなさいという意味なんですよ。老後の準備なんですよ。その老後の準備とは何かと言いますと、 その自分がやがて今の仕事を終えて老後になると同時にですね、その時にやるべきことの基礎を作りなさいという意味なんですよ。40歳。つまり人生の正午においてですね、皆さんの中にはちょうど40歳前後の方もいらっしゃると思いますけども、40歳になったらですね、老後のために、その時から自分のやるべきことを探して、 そして、その、やるべきことのために、準備をしなさいという意味で、エリクソンは、人生の正午という言葉を使ったわけです。つまり、40歳になったらですね、その基礎作りをしなさいということです。つまり、もっとわかりやすく言えば、ライフワークとして、自分がなぜここにいて、そして、なぜ私が私なんだ、私は生涯において何をすべきなのかということを考え、それをテーマにして、 そして60歳、65歳の老後に向けて準備をしなさいということなんですね。それが人生の正午、いわゆる折り返しに来た人たちの、まあ、ライフワークの、まあ、原点になるということです。私の恩人の田丸健二先生。まあ私のホームページのトップを飾らせていただいてますけども、1970年代に知り合いまして、今年でですね、57年になります。 えー、47年目ですかごめんなさい。引き算間違えました。47年目になります。そろそろ50年の付き合いになります。近く、またあの、鎌倉の方へ行くつもりでいますけどもね。90数歳になられまして、いまだに今日あ、そういえばここ1週間ほど、立て続けに10通ほどメールが入っていますけども、まあ、だに頭はしっかりとなさっておられます。田丸健二先生も、いつも私に三十歳、30代の時から口癖のようにおっしゃっておられました。言いました。 で、田村先生がね、会いに行くたんびに、私の年を聞いて、こうおっしゃったんですね林。林さん、あの先生はですね、私のことを、林さん、林先生って呼んでくれてるのかなあ、ちょっと、えなんて呼んでって、忘れましたがね、あの、その、林先生って言ってくれてると思うんで、あの、まあ、あの、私の前、 おあのいわゆる師弟関係ではなくてね、そういったその研究者の師弟関係ではなくて、友人なんですよ、そういった関係でずっと付き合っているんですけどもね、その先生がですね私にいつも口癖のようにおっしゃってたのが、もう30代の頃からですね私がああの、もうそろそろライフワークを始めなさいよ、ライフワーク、あの先生の言い方はそういう言い方なんですよ、ライフワークをそろそろお始めになったらいいですよ。 ライフワークをそろそろお始めになったらいいですよ。こういう言い方なんですね。あの、丁寧に話が去るんですけどもね。で、それはどこで、私ね、そのたんびに先生に反発しましてね、先生まだ僕30代ですよって言いましたら、30代ですかそれでも早すぎるということはありませんよ。30代でもうそろそろライフワークを始めてくださいよっていう言い方なさるんですよね。それがあの、田丸健次先生の言い方なんですけども、で、私今から振り返ってみますとね、 本当に、田村先生はいいことを教えてくれたと思いますね。30代でも早すぎるということはないですね。いわゆる基礎作りをするということですよ。無心無欲で、人間,の人間として、人間のために何ができるかということを考え、そしてその基礎作りをしていくのが、ライフワークの、まあ、基礎なんですよね。そして、50代、それはいろんな仕事をなさるでしょう。サラリー、サラリーをね、給料を稼がないと生きていけませんから、 当然、金儲けもなさるでしょう。それはそれなんですよ。と同時に別、別の別枠でね、冒頭にあれしましたように、いわゆる耐えて、そしてまあ、抑圧を感じながらもですね、自分のやるべきことをやっていくということですね。それは健康づくりもそうですね。40代、50代で健康はの未来は決まりますからね、いくらその寒い日でも、雨の日でも、辛い日でも、私は1時間運動をするんだと決めたら、 それは絶対にやめちゃダメですね。私の場合は、とにかくもう、街までの往復は自転車通勤で23歳から去年まで自転車通勤をしました。片道40分から、まあ、それくらいですね。自転車でもう1日2回は汗をかきましたね。本当に大雨以外の時はカッパを着て、それでも自転車通勤をしましたね。嫌ですよ、そりゃ。 タクシー乗りたい。ワイフにお迎えに来てもらいたい。そういった誘惑とていうのは常にありましたからね。それでもやっぱりやったおかげでですね。あの、今私は、まあ、一応、あの、去年の3月からですね。まあ今話しますけども、糖尿病,糖尿病になっちゃったんですよ。まあ、もう一年間のね、不摂生がほとんど運動できなくなってしまいましたからね。 まあそういうこともありましたけどもこう治りましたよだけどねその9月26日のあの第1回目のコンタクトの後次の日から運動を始めましてね1日2時間の運動を受け付けましていまだに1回も欠かしたことありませんねあの何か特別な時はある時にはその前後にあの1日4回30分4回の運動をですねその前後に5回にしてその1回を補うというのは私のやり方ですけどもね 今日もこれから30分運動して、その後寝る前にもう一回やるわけですけど、ね、2回もう今日終わりましたので、まあ、そういった形で、あの、この2月の初めにね、もう一回あの、糖尿病っていうのはあの4つの検査項目のうち、1つ見かかると糖尿病って診断されるんですね。その中の2つに引っかかってしまいましてね、もう、あのその境界線から越えて、まあ、糖尿病になっていたんですね。あの、9月の段階でね、あの、はい。 それでまあ2月に、今年の2月に再度同じ検査を全部受け直しましたらまあドクターも驚くほどと言いますかどうやって治したんですかって言われるぐらい驚い,驚いてましたけども、完璧にパーフェクトに治ってますねもう何食べても大丈夫だという状況まで持ってきました。血圧も65から、 今朝は100ぐらいでしてねあの正常で肝機能も新,新機能も、まあ、一応問題ないということになってますのでね、まあ、あ,のありがたいことだと思ってますけどもそういった基礎というのはやっぱりそのその自転車通勤によって使われたものであるということですよねですからこの去年の2016年の4月からねあの運動不足になって、まあ、そういったその糖尿病 にになっってしまったわけけでですすども早いですよ本当に体壊すのはね、それこそ一日中座って何にもしないで、そういうことをやったとしても30分ぐらいのね、ウォーキングしかしないぐらいの生活はずっと続きましたからね、もういつ死んでもいい,やい,いんだ、もう死んでも構わないんだっていう、こんなことしてたら死んでしまうぞっていうことを、まあ、6ヶ月続けたわけですからね、体にいいわけないですよ。 ああ、それは人間の体っていうのは壊れるときには簡単に壊れますからね。皆さんもお気をつけくださいよ。あの、いくらあの体力に自信があってもですよ。それまで健康を自慢しててもですよ。本当に不設定をした場合には、半年一年でも体は潰れますからね。 まあ、それはいいんですけども、まあ、そういった基礎があったから、まあ、健康というものが続いているわけですね、今ね、かろうじて。まあ、かろうじてですね。それと同じように、いわゆるまあ、ライフワークというのはですね、今から、40歳からですね、40歳の方に申し上げたいんですけども、40歳から、その基礎を作らないと、間に合わないということですね。それこそ、田丸健二先生がおっしゃってくださっているようにね、30歳、私が30代の時から、まあ、あなたね、あ,あなたというんだ、私のことを。 あなたはねっていう方で、あなたはね、あの、もうライフワークを始めなさいよっていう言い方するんですね。そういうことをおっしゃってたんですよ。で、私は、え、ライフワークも始めるのってことで、まあそういう意味でね、私あの先生のことは何でもはいはいと素直に聞く、まあ人間なんですよ。あの先生は本当に、 まあ私の神というか神様のような人でしてね、逆らったことは一度もないんですよ。<laughs> はい。まあいいんですけどもね。あのまあ天皇陛下のね、みち皇后陛下と天皇陛下のテニス友達だといえば、まあ一番わかりやすいまあ関係なんですけどもね、鎌倉テニスクラブで子、天皇陛下とね、それから道子様がですね、あの、テニスをなさるたびに、あの、 田丸先生がアイデアをなさっていらっしゃったんですよ。そういう方なんですけどもね。まあいいんですけども。そういったその田丸先生ですから、まあ私は何でも、あの先生のことは聞いているんですけどもね。それで、はい。 ということなんですよ。で、私が言いたいのは、その田村先生がね、そういう点をおっしゃってくださったおかげでね、ライフワークとは何か、ライフワークとは何かということを模索してたいと思いますね。そしてその基礎作りというか、いろんなことをしてきましたね。まあ本を書いたり、まあパソコンをやったり、まあいろんなことをやってきましたけども、そうしたことの中から今の私ができてきたわけですよね。そして今私はですね、その基礎作りというのを、まあすでに65歳、あるいは60歳ぐらいの時にはもう、もう作ってましたね。 東洋医学にしてもですね、教育論にしても、あるいはその宗教論にしてもですね、まあ、それないことをですね、自分の頭の中で構想を練りながら、そして考えながら、そしていろんなことに手を出して、そしてすべての経験をですね、肥やしにしながら、そしてその65歳を迎えたと思うんですよ。で、その頃からもうね、もうそんなことをやったらもう教育の仕事はなくなるだろうなということは、十分承知の上で知りつつ、この世界に入ったわけです。 まあ、案の定ね、すべてなくしましたけどね、教育評論家なんても講演のこの字も来なくなり、来なくなりましたからね、私に教育講演させたら、すごいいい話をすると私は思うんですけどもね、今話している話よりも、10倍ぐらいいい話を、あの、教育講演できるんですよ、なんてね、そういうことを言いますと、 あれですけども、もしね、皆さんの中で、林博士の教育講演をね、えー、聞いてみたいっていう人いらっしゃいましたら、どうかあの、構想、なんて言いますかね、企画を練ってください。まあそういったね、謎の点灯線という話、あるいは別バージョンの ね、怪しげな、まあ、世間的にですよ。世間的に怪しげな話はしませんので、どうか安心して、教育講演者として、私をお呼びくださいね。喜んで、皆さんのお子さん、皆さん自身の役に立つ話ができると思います。まあ、これもね、今日のビデオ代わりも、どこか教育講演っぽい話ですけどもね、教育講演会。でも私は二度と同じ話はしませんので、この話はこの動画の中でしか聞けない話だと思いますのでね、まあ、聞いてくださいね。どこかで話した話を、 繰り返ししているわけではありませんので。まあ常に私は新しい話をするというのが私のやり方ですから、その時はその時でまた新しい話をしますから安心してくださいよ。まあ要するにそういってその基礎作りというものを初めて、そしてずっとまあ40歳以前からですね、自分のライフワークのテーマとして話してきました。あ考えてきました。それがまあ今ですね、もういわゆるしがみつくものとして自分のそこに 横にあるわけですね。それが今私を支えているわけですよね。そしてそれがですね、今ある私はラッキーだったと思います。それは私自身が宝くじを引いたいにラッキーではなくて、その玉露健次先生がですね、そういうことを教えてくださった。と同時に、まあ、発達心理学の勉強もした。教育学の勉強もした。そして本もね、まあ本はね、教育学については3、40冊書いてるんですよ。100回しても含まれますけどもね。まあいいんですけども、そういったことをやってきたおかげでですね、 常にそういうことを考えてきたおかげでおかげで,ですよねそして今そのライフワークというものはどういうものかということを、まあ、構築できるといいますか構築してきたわけですねそしてそれがですね69歳になりましたけれども今それが私にとってはしがみつくものとしてそこにあるわけですですですから私はそういった意味でね決して優越感を覚える意味じゃなくてラッキーだったなと思うと同時にまあそれ以上ねしがみつくしかないんだ 私はね、そのじいさんに言ったのは、しかしね、私はもうそれにしがみついて、しがみついていくしかないんですよ。研究者なんてそんなことは全然、そのね、対れた考え方はないんですよ。ただしがみついてるだけなんですよって話をしたわけです。で、これはですね、その次の話をして、今日のこのビデオやダイアリーを終わりたいと思いますけれども、それは、そのつかさず皆さん自身の問題、そして私自身の問題へと跳ね返ってくるわけです。老後というとですね、孫の世話と庭いじり。 あるいは庭いじりとマグの世話ってよく言いますけども、あんなことしてたって何にもならないですよ。何にもならない。ただその時々をですね、ごまかして生きてるだけ。何にもならない。そんなことはね、心の肥やしには何にもならない。大切なことは生きがいなんですよ。 なぜ私たちが生きているかなぜここにいるのか何のために生きているのかそして将来の未来の人たちのために何を残していく,いくべきなのか人間として私はどうあるべきなのかということを考えることが、これがライフワークなんですよ。それは無視、無欲でなければなりませんね。私もない。ただ欲もないということです。ただ一つ条件がありますよ。悪人の餌になってはいけませんよ。 悪人の餌に利用されてはいけませんよ。悪人の餌になるということは悪いことをするのと一緒ですから。私の動画を盗んでですね、あたかも自分のアイデアであるかのように発表している人はもうゾロゾロと出てきましたね。そういう人たちは悪人なんですよ。悪なんですよ。そういう悪人の餌にだけは私はなりたくないと思っています。自分が ね、考えた知恵やそういったそのものをですねアイデアをですねそういった悪人の餌にはしたくないと思いますよそういった悪人の餌になってはいけませんよそれは余談ですけれどもそういったことも同時に考えながらそうしてあの 生きがいを無視無欲で考えていくということですね。悪人の餌になってはいけないということを言いますとね。なんだ、林は無視無欲だなんて言ってるくせに、無視無欲じゃないじゃないかっていうことを言いますけど、それと話は違いますからね、私は。言ってることは。まあ、それは話を横に置いておきましょうね。要するに、無視無欲で、そしてできることを、やるべきことをやっていく。それが、 要するに、まあ、忍耐っていいますかね、まあ、忍耐というそのいやいや本当にいやいや嫌な仕事をするという意味での忍耐ではなくてね耐えるという意味ですよね寒い朝にジョギングに行く雨の日にカッパを着て自転車に乗って町まで健康のために自転車を走らすそれが、まあ、いわゆる、まあ、耐えることということになるわけですよねそしてその耐えることイコール実は生きがいになっていくということにつながっていくわけですで最初の話に戻します 私は高校時代、大学生の時にはですね、テスト習慣になると、決まって映画を見たい、あれをしたい、これをしたい、旅行に行きたいと思ったものです。しかし、それもテスト習慣が終わると、そういった気持ちがコロッと消えてしまって、ポカーンと穴が開いてしまうんですね。そして何もしたくなくなってしまうんですね。それは学生時代という一つの短いスパンでしたけれども、今度は人生という長いスパンでもそれが起きるということです。 そのポカーンと穴が開いた時に何をするか何をすべきかということを自分で模索しないとそのポカーンと開いた時に自分を見失ってしまうということです。学生時代ならまだいいです。自分をごまかすことができるからまだいいです。しかし人生の晩年になりますとそれができなくなるということですね。そして、そして、まあ、じいさんがどうこうというわけではありませんけれどもどうアドバイスしていいかわからないということになる部分もあったんですよね。 そ、そちに言います。まあ、その年齢からね、例えば、ゴビの砂漠へ行って、柳の木を植える、というようなことをしたところで、そんなね、取ってつけたようなことをしたところで、長続きはしないということです。もっと言うと、生きがいには繋がっていかない、いかないということです。老後行っても長いですよ。65歳から始まって、ね、85歳まで運が良ければ、まあ、80歳ですけどもね、15年間、20年間あるわけですからね、その時代をどう生きていくか、 逆に言いますと、そうした自分がしがみつくものがない人はですね、それは、まあ、私の周りにも残念ながらたくさんいますけども、まあ、まあ、率直に言えば、どうアドバイスしていいのかわからないほど、まあ、ということになっていくわけですね。だからといって、そういう人がどうこうっていうふうには思いませんけども、いわゆるまあ、例えばね、どう、例えばいろんな病気になった人にね、 それはね、あなたや若い時からタバコ吸ってたでしょ。う。若い時から酒,酒飲んでたでしょ。う。若い時から不正生ばかりしてたでしょ。う。暴飲暴食してたでしょう。ううまいもばっかり食ってたでしょ。う。という言い方をして、責めたところでもう仕方ないでしょう。その結果として、今の病気があるわけですからね。そうでしょ。そういう人に向かって、じゃあ、これからそういうのやめて。 健康づくりしなさいよ。なんてそんなアドバイスはできないでしょ今というこの年齢というのは今までのそれまでの人生の総決算ですからね。ですからそういう人に向かってそういったことは言えないんですよね。事実、じいさんに私そんなことは絶対言えませんでしたもんね。ただ、向こうの方がじいさんが聞いたから私はそういうことをしてるってことを言いましたら、あ、いさんは研究者だな、いいなあってことをおっしゃったんですけども、例えば研究にしてもですよ。そうした基礎がなければやっぱりできないわけですよね。 そうした基礎を作るのは、実は定年退職になってから突然始めたところではできないということです。じゃあ、いつか。それが先ほど言いましたように、エリクソンが言いましたように、人生の正午の40歳だということになってくるわけです。つまり、その頃からもうすでに無心無欲で将来にわたってですね、できること。 それを模索して、そして自分は何のために生まれてきたのか、どうしてここにいるのか、何をすべきか,かってことを常に常に常に考えていくということですね。それは仕事とか家事とか生活とは別の、別のところで考えて、そして考えるだけでは足りませんので、それに向かって嫌なことを耐えることを少しずつ始めるということですね。それがどん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 積み重なって、その人は まあ、やはり65になっても健康を保てるであろうし、そして生きがいを保てるだろうということに,になっていくわけです。ということで、今日のね、ビデオ代理大変お,っぽいお説教っぽい話になりましたけども、まあね、69のジジイがね、まあ自分の過去を振り返って皆さんに伝えたいこととして、まあ、話しましたので、そういう立場で、そういう内容で、そういう,う,いう趣旨で今日の話を聞いてくだされば大変嬉しいと思います。 もし皆さんが40歳前後であるならば、もうライフワークを始めなさいということになるわけです。ライフワーク。これが私だと死んでからも世間に対してね、一般社会に対して、そして人間に対してそれを誇示できるようなことを今もうすでに始めなさいということになります。私は私なんだこれが私が生きてきた証なんださあ、どうだいというようなものをどうかどうか 40歳から早すぎなんて思わないで30歳の方は今から始めてください。50歳の人もまだ諦めちゃダメですよ。これから頑張ってくださいよ。60歳の人もまだ諦めないでくださいね。65歳以上の人は、え、まだ諦めないでくださいね。70歳以上の方は、 70歳以上の方は何とも言葉がありません。それでは皆さん、今日のビデオ代理を終わります。今日は土曜日です。明日は、まぁちょっとね、いろいろやることがありますので、えー、頑張ってやります。それでは皆さん、明日良い日曜日をお迎えください。それでは皆さん、さようなら。バイ。